メールメール。またまたするんかい。まるまる。まるまる。ま。じゃん。もふこ、面白いもん届いたよ。もふこもふこ、また悪さするんか。iPad Pro 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 ヒカキン TV Everyday ブンブンハロー YouTube どうもヒカキンですすごいの届いたよ。まあタイトルにある通りなんですがね、本体の方から開けていきましょう。住所のシールが。じゃあまずこの一番でかい方からいきます。あーこれ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 大きい方がこちら。 iPad Pro 12.9 インチ Wi-Fi モデル 1TB。 そして小さい方、iPad Pro 11インチ1テラ。じゃじゃーん。すっごい鮮やかな箱だなこれ。はい、今年モデルのね、まあ iPad Pro 2020モデル、一番新しいやつの一番フルスペック、どちらも Wi-Fi モデルで買いました。で、この iPad 普通じゃないんだよねそう、今回ね、あ、僕何気に初めてかな、刻印入れたんですよ。刻印、あの iPhone とかさ、 AirPods Pro とかも確かできるんですけど、人にプレゼントとかする時とかに背面に自分の好きな文字とかなんか絵文字とか入れられる、あのサービス、自分用に買ったのに入れちゃった開けましょう。いや、 iPad 買うの超久しぶりなんですよね。で、なんか持ち運びとかベッドで動画見るのとか買い物とかに使えたらいいなと思って買いました。よし。え、 iPad って iPhone みたいにフェイントあんのかな。いきます。まずは 12.9 インチオープン。あー、つや消しの紙が、あ、フィルムが、あ、あ、見えちゃう裏、あ、しらしら、あ、これ下側だ。あ、やばい、カメラすごい、カメラすごい。お、今回カメラすごいんだ。ほら、 iPhone 11 Pro とかと同じカメラだなこれ。さてはめっちゃ画質良さそう。あ、はいね。あ、あいきます。なんてこったこれ、薄い。あ、今の iPad ってこんな薄いの、やば。まあ、それはさておき、いきます。今回の刻印はこれだ。こんなちっちゃいんだねこれ。それではドアップでお見せします。今回入れた刻印がこちら。マルオ、また悪さするか。はいどうですかこれ、めちゃめちゃイケてるでしょこれもう二回りくらい字って大きいと思ってたけど、こんなちっちゃいんだね。いや、たださ、この刻印サービス無料なんすよ。まあ、もしかしたらね、いつか中古で下取りに出したいとか、古くなったら売りたいって人は入れない方がいいのかもしれないけど、なんかね、無料だったらなんか入れたくなっちゃうよね。にしてもさ、これわかる？この薄さ。僕が知ってる iPad じゃないね、これ。こうやって進化していくんだ。え、iPhone より薄いよ、これ。これ iPhone 11 Pro なんですけど、もっと薄く見えるね。やば。はい、次まだあるんだな11インチ開けたいと思います。だいぶちっちゃいなこっち。あ、あ、いやこっちいいんじゃない案外。やっぱり僕、大は小を兼ねる
タイプ派なんですよ。なんだけど今回はこれちっちゃいのいいな。11インチ。うわかっこいい。こっちちなみにシルバーにしたんですよ色。ほら、え、うわっ、いいなこれ。あ、シルバーだと字がくっきり見える。ちっちゃいのいい。こちらの刻印はこれ。アップでどうぞ。モッコ、またワルタするんくん。はーい。なんかこっちの方がすごいくっきり見えるね。すげえ、かわいい。いやまあでもちっちゃいわ。ここまで色違うんだね。どっちもめっちゃかっこいいわこれ。はい、あとね、付属品はどちらも一緒なんですけど、この USB-C の充電ケーブルと充電のこの先っぽだね、コンセント挿すやつ、これがついてます。で、あとね、この他のこの4箱、これ何かというと、全部一気に開けますね。じゃん、こちら Apple Pencil 2、 あの iPad とかでこうお絵描きとかメモ書いたりできるんだよね、手書きでのペンですね。あとの3個、じゃじゃん、こちら3つともですね、あの iPad に接続できるキーボードですね。そこで11インチ用のなんかあのね、これはスマートキーボードフォリオってやつだね、普通のやつで、それの 12.9 インチ用と、あとこれが今年新しく出たマジックキーボードってやつ、ちょっとあのランク高いっていうかグレード高いやつね、これも買いました。ちょっと後でくっつけてみたいと思います。それでは久々の iPad デビュー、電源オン。ジョブズ万歳。11インチも、いやこれコンパクトでいいわこれ。ちょうど僕の顔くらいっすね。うん、でかいかちっちゃいかで言うとでかくなっちゃうこれ。うん、ちっちゃいよ。あーでもベッドで使うんだったら軽くてこんくらいでもいいな、十分。迷っちゃうねこれ。おお、どちらも初期設定終わったんで、ちょっとまずはね、 YouTuber ってことで YouTube 見てみよう。うわ画面でかすごっ。電話できないのかな、もしもしって。できるか、 LINE だったらすごいな。ほんと画面でけえ。それもさ、使い方 iPhone なのよね、こういうほらあの明るさ変えるやつとかね。いきます、 GO。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。おとい、今日は YouTube 主役は君なのさ。え、こっちにもスピーカーあんじゃん。やば、そういうこと。やば、これ横にした時にこっちとこっちにスピーカーついてる、すごい。これはすごいわ。フェイス ID もついてるしね、あの顔認証。カメラはどうでしょう。うぅ、画面が超でかい。やばいこれ、すげえ。広角レンズもついてる。こうやってやればもしかしたら俺これなんかここで出演できる。お、ほらすごい、なんかすごくない。どうもハロー YouTube、 どうもヒカキンです。すごいすごい、すげえ。ちょっとこれ iPad Pro で撮ってみますね。それがこちら。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。これアウトカメラ 4K60fps で撮ってます。あー、どうですか。うん、iPad はいいね。 iPad 好きになっちゃったね。 iPad いいね。どうですかね、入ってるかなこれ。はい、綺麗だよね。ほらこっちで、ブーンブーン。で今回ちょっと面白いアプリ入れたんですよ。それがこれ、なんか猫じゃらしマニアって言って、この iPad のさ大きい画面になんかね、変な虫とか猫じゃらしが動いてんので、これをじゃ例えばね、これネズミよ、あ、あ、丸をくんじゃないかな。これを床にさ、こうやって置いたらさ、ベチベチってなんかやりそうじゃない。はい、11インチにも入れてみました。これなんかネズミベチってやるとなんかネズミウェイってなんのかな。あ、すげえ、倒せる。お、よし、ちょっと置いてみよう床に。はい、それじゃ床置きます。はい、よいしょ。ほら動いてるよ、ネズミだよ、マロ。あれ、ダメ、
お、でも丸尾がちょっと反応してる。あ、あ、来た来た来た。丸尾、丸尾、また悪さするんか ?iPad で。ほら、潰してみ。iPad の美しい液晶は、猫をも魅了する。あら。ダメ。よし、こうなったら、雲にしてやる。ほら。雲。ほら、雲だよ、雲。ほら、怖い。ほら、怖い。ほら、怖い。お、もっちゃんがちょっと、じっと見ている。お、あ、もっちゃん動き出した。もっちゃん、雲をめちってやるんだ。いくよ、これをこうやってやると、ほら、猫じゃらしにしよう。猫じゃらし、ほら、猫じゃらしだよ。もっちゃん、ほら、猫じゃらしだよ。ダメ。魚でもダメかな。魚、ほら、金魚だよ、金魚、丸を。お、おちゃんって言うんだ。もっと早かったら反応するのかな。じーっと見てんだけどね、手が出ないね。お、おもちゃんが動き出した。お、お、遊んでる遊んでる。丸尾はもう騙されねえぞって顔してるけど、まさか猫がバーチャル金魚で遊ぶ日が来るとはね。これが未来ですわ。あ、気づいた。これレーザーポインターってやつがある。レーザーポインター、レーザーポインター、これどうですか。あ、はあ、わよかった、遊んでくれて。なんで食べようとしてんの、あんた、レーザーを。これ食べ物じゃないよ。なんで口で捕まえんのよ。お、丸尾さん見てるぞ。お、いいね、もっちゃん、捕まえろ、レーザーを。で、終わり。ブーンブーン。はい、続きましては、アップルペンシル、せっかくなんでね、初めて使ってみたいと思います。よいしょ。わー、こんな細くてちっちゃいやつなのね。なんかこれ、くっつくとかあんだっけ？磁石で、これ、あの、冷蔵庫になんかあの磁石パチンって貼るみたいなやつ、あの、なんか下水道詰まったらこちらみたいな、あんな感じでくっつくわ、これ。よし、ちょっとじゃあ絵描いてみたいと思います。これメモで絵描けるんだ。よし、丸尾ともふこ描こう。はい、よし、できた。はい。はい、丸尾。ちょっと見えづらいかな。はい、こちらでございます。ほぼドラえもんだな。ほ、お、スクショはやり方一緒。もっちゃん描きます。よし、できた。もっちゃんできた。はい、もふこはこちら。かわいいでしょ。ポイントはヒゲが一本黒いところ。もっちゃん実はヒゲ一本黒いんです。あのね、すごいね、アップルペンシルって。なんか本当になんか力の入れ具合で太さとか濃さとかがなんかちょっと変わってんだよね。だからなんか習字とかできちゃいそうだね、本当に。すげえペンだ。ブーンブーン。さあ、最後に iPad につけるキーボードだね。大きく分けて2種類あるので、今回ね、すごいやつが出たんですよ。それと元から売ってるやつ。おお、機械の香り、新車みたいな香りがすんな。うわ、全然違うやん。まあ値段も全然違うんだけど、うわ、これは新しいやつ、いいな。あー、もうちょっと次元がちげえ。はい、これどちらも 12.9 インチ用の iPad 用キーボードなんですけど、こっちが新しく出たマジックキーボードってやつなんですよ。で、これは以前から売ってたやつね。
もうこれ見て、新しいマジックキーボード。これ完全にノートパソコンだよ、 MacBook だよ。まあ少しちっちゃいんだけど、これがある時点でもうこっちの圧勝なんだけど、あ、ちなみにね、こっちが 37,800円でこっちが 28,000円かな。だから倍くらい値段違うんですけど、まあ僕だったらまあもう一瞬でこっちですね。っていうのもね、キーもね、もうパソコンなんだよね。うん、ほぼもう MacBook って感じ。で、それに対して元のやつは、押してみるとわかるんだけど、まあパソコンのキーって感じではないんですよね。まあ一応キーボードとしてね、普通に使うことはできるけど、まあ値段相応って感じがするかな。で、すごいのがね、マジックキーボードのここに USB-C 端子ついてんだよね。これすごいね。ここに挿してもね、充電できるみたいですね。じゃあ、期待の新生マジックキーボードに iPad を。おぉ、磁石なのこれ、すごっ。すげえ、パソコンだ。パスコード、パスコードもキーボードで打てる。これパソコンじゃん。なのに画面は iPhone。 なんか不思議な感じ。え、パソコンだ。あら、モフコも嬉しそうな顔して出てきたわ。え、うん、すげえ、すごい、ほら、マジでマジでパソコンだ。カーソル出てる、やば。ここいじるとほら、点が。すごくないこれ。すげえ。よ、ここで、カチッ。はぁ、すげえ。あ、今気づいた。エスケープキーがない。なんか不思議だな。僕ね、よくメモとか仕事でめっちゃ使うんで、ま、iPhone でこう、打つこともあるんですけど、これいいかもね。ちょっと打ってみよう。毎日キーボード打ってるからね、動画編集でも。あー、いい、いい。うん、まあパソコンほどね、カチ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 なんかこうカーンって感じではないんだけど、慣れたら全然パソコン並みに打てるし。あ、これ光ってんじゃん、バックライト。暗いとこでもキー光ってる。ただね、長年パソコン使ってるとちょっとだけこうキーの配列っていうか、ちっちゃいのかな、なんか打つまでには少し慣れが必要かな。ただまあすごい。で、畳むと、あ、パソコンじゃんこれ。畳むとパソコンだ。パソコンになっちゃった。でもこんないいカメラついてんだよ。これどうなるんだろうね。だからもしかしたら今後ね、なんか iPad 化していくのかもね、パソコン。というのもこれさ、パソコンじゃできないことがさ、こう人に見せたい時とかさ、これ見る、一緒に見る。ってバーンって見せられるじゃん、ね、今までのさ、パソコンだったらこうやって、ご覧くださいって言って、こうやってこうやってやるんだけど、ね、これね、これですけどね、俺ねつってこうやってこうバーンってできちゃうから、これが新しいなんかパソコンの形になってくるんですかね。すげえ、よいしょ。はい、てな感じで、ちょっとね、めちゃめちゃもっと細かいところとかしっかり使い倒すことはまだできてないんですけど、11インチと 12.9インチ、どっちがいいかっていうのはね、むずいね。ただ今みたいにキーボードをつけて打つんだったら、やっぱりね、 12.9 インチくらいないとキーボードがちっちゃいでしょ。あと絵描くとかね、そういう人もやっぱ大きい方がいいのかなと思うけど、持ち歩くんだったらまあこっちだよねって感じ。いや、そんなに特殊なことしないと、普通に動画見たり軽く仕事で使う程度ですとかだったらこっちでもいいのかな。ただまあ結構いい値段するんで、どっちか一つって言われたらやっぱ僕でかい方になるかもしれないね。うん、まあ、ただね、どっちもすごい素晴らしい iPad でした。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。ダラク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 。